佐世保港の裏頭ターミナルへの一隻目として入港が予定されているのは、コスタクルーズが所有するコスタセレーナ11万4 0トンです。佐世保市港湾局によりますと、コスタセレーナは6月1日朝、韓国人ツアー客3000人を乗せて、佐世保港裏頭ターミナルに接岸する予定です。佐世保港の新たな国際クルーズ拠点として整備された、 浦頭地区のターミナルビルは2020年4月に供用開始予定でしたが新型コロナの影響で延期となりことし3月1日に供用が始まってからも利用するクルーズ船がない状態が続いていました。